お疲れ様です。今回は税金を10%安く支払う、そんなね、お話をさせていただきます。まあ税金っていうのはね、いろいろと払う機会があると思いますけども、できれば安い方がいいなって感じる方いると思うんですよ。いやもちろんね、喜んで納税したいですって方もね、もしかしたらいるかもしれませんけども、昨今私たちは別に喜ばなくったって、ものすごい 勢いで税金取られてまおおむね所得の半分が税金ですこの上もっと払いたいって方はなかなかいないと思うんですけどもできればね少し手心を加えてほしいなと支払いは少ない方がいいなと思うのもまた事実だと思いますそこで税金を払う際にクレジットカードとかね電子マネーとかいった方法が考えられるんですけどもうーんどれもね一長一短あるんですよねで今回ね 国税に限ってなんですけども、ちょっと垂れ込みがありました。国税を安く払う方法がありましたってことだったんですよ。いや、これはね、なかなか使えるなと思ったんで、私もここで共有したいと思います。えー、いいですかえっ、ー、とね、まずね、甘点っていうサイトがあります。あと、ギフトイシューっていうサイトがあります。こういったところで、あの、これね、ギフト券の売買サイトなんですけども、ここでね、 ディスカウントされた Amazon ギフト券をまず買いましょうってことなんですよ。えー、Amazon のギフト券を、いつものアカウントではなくて、新しく作った、これ専用の、ね、これ専用のアカウントで購入するっていうのがまず第一段階です。まあ、つまり自分の普段のアカウントを通さずに買うってことですね。はい。で、まずね、 Amazon ア,アカウントをそのようにして新規作成していただいてそこにギフトイシューで購入した Amazon ギフト券これを登録して Amazon ペイで国税を払いましょうってことなんですよこれだけですねそうすると支払いが成功しましたというね連絡が来たということで垂れ込みいただきました補足なんですけどもギフト券売買サイトっていうところではですね Amazon のギフト券これを 87%から92%で購入できるんですよ。つまり、おおむね1割引きです。で、そのために、税金を8%からね、13%ぐらい、値切ったのと同じ効果が出るわけですよ。まあ、こういうふうに、税金を安く払う方法が残されているんだったら、それを使った方がいいかなと思いましたね。ちなみに、国税にはどんなものがあるかと言いますとね、まずは、所得課税ってのがあると。 いうことらしいです。代表的なので、所得税、そして法人税ですね。それから、二つ目、消費課税っていうのが当然ありますよね。物やサービスや、そういったものの購入に、え課税される税金。で、代表的なのが消費税ですよね。それから三つ目、資産課税っていうのがあります。資産を持たれている方は課税されますよね。代表的なもので、相続税、増与税、不動産取得税ですね。四つ目、 それに当てはまらないもので、私たちが日々払っているものの中に、酒税、タバコ税、揮発油税、もうすぐ来る自動車重量税ね、それから飲酒税、登録免許税、こういったものがあります。身近なのは自動車じゃないですかね。タバコ税、酒税は価格に含まれてますんで、税金を払ってるっていう感覚はないかもしれません。まあこういった形でね、税金を いかに安く適正に払うかっていう方法は日々生まれては消えていくんですけども今回はこれがアマゾンをね通じて買うのがどうかなと思いますよねアマゾンのギフト券やらなんやらでねもしかして安く払えるんだったらそれはそれで越したことないんじゃないですか、うん、特に今ね金券ショップに行くんじゃなくてネットで金券を手に入れる時代ですから、うん、行って帰る買って帰るコストっていうのもかかんないということでね 一番いい方法じゃないかなと思います。そして浮いた税金で、さらに欲しいものを買って、消費を喚起させる。ね。それでいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。タレコミいただきまして、ありがとうございます。それでは。